スーパーアグリ SA06 は、スーパーアグリ界1チームが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである SA05 の改良と並行してオリジナル設計の新車 c SA06 の製作が進められ、2006年シーズン中に投入することが発表されていた。当初、第4戦3割の GP からの投入が噂されて、 いたが SA05 をレギュレーションに準拠させる作業を優先したことから投入予定時期は大幅に遅れ2006年6月30日になってドイツ GP での投入決定が発表された投入時期は当初フランス GP が予定されていたが一戦遅れた主な理由はギアボックス決定に時間がかかったことと風洞のベルトが破損するというトラブルが起き5日間 停止せざるを得なかったこととされた。モノコック部分は SA05 と同様アローズ A23 から流用したが、周辺部分は新規制作している。主な改良点はとなっている。ただし、フロントサスペンションのゼロキール化については完全なゼロではない。7月19日にイギリスのシルバーストンサーキットで SA06 が公開され、佐藤がシェイクダウンとして30周を走行したが、 この時のシャーシはフロント周りに s a 零5のパーツを流用したものであった。7月28日のドイツ GP で実戦投入。予選ではそれまで平均1.5秒離されていた MF1 レーシングに匹敵するタイムを叩き出し、その後の決勝レースでも中1チームを食う走りを披露。実力の変輪を見せつけたブラジル GP にてトロロッソのビタントによりウッチを追う佐藤拓馬トルコ。 GP からはフロント周りを改善した B スペックを投入。同時に SA06 のサードカーも投入された。2006年の日本グランプリでは設計が古いマシンに最新型のエンジンを合わせたことでネックになっていたエキゾーストマニホールドをホンダとチ研究所のスタッフが実寸の上でワンオフのエキゾーストを製作。その結果シーズンの最終戦、ブラジル GP が SA-06B の最後のレースとなったが、第3ドライバーのフランク・モンタニーが、フリー走行で8位を記録。決勝では佐藤が、レース中盤にトップグループと遜色ないタイムで走り、その中でも41周目は誰よりも早い、ラップタイムを記録。ライバルである MF1 レーシングや、トロロッソ、レッドブルを上回り、ベストリザルトを更新する10位フィニッシュを果たした。 リザルト上は2000連続ダブル完走だが、佐藤がチェッカー後失格になった中国 GP を含めると実質的には3戦連続でのダブル完走となった。なお、レース中のファステストラップは山本が7位、佐藤が9位を記録している。ありがとうございます。